皆さん、こんにちは。歌手、タレント、女優と多彩な才能を持ち、いまだに最前線で活躍されています。色気、豊満、妖艶、包容力など、セクシー熟女に求められるスペックをすべて備えているかのようなさつきみどりさん。その変わらない美貌から、80代なんて信じられないという驚きの声も多いです。さつきさんは1939年10月21日に東京都江戸川区で生まれました。父は江戸川区で精肉店を営んでいました。終戦時に地域の仲間たちと自宅近所に芝居小屋を建て、昼は精肉店、夜は役者と二足のわらじという生活をしていました。その影響からかさつきさんも6歳の頃に日本舞踊を始めます。わずか8歳ながら初の舞台にも立ちます。さつきさんに芝居の指導をしていたのは父でした。父は芝居に熱心で厳しく、さつきさんがなかなかセリフを覚えられないでいると学校に行かせないほどのものでした。幼少期は父から厳しい芝居指導を受ける日々を過ごしていました。高校生になると歌が好きだったので、一般からでも応募することで参加可能な大会に多数受けます。のど自慢大会など応募ができるものはほとんど受けますが、あまり良い成績を収めることはできません。しかし日本放送のモノマネのど自慢で優勝します。当時審査員を務めていた作曲家の宮城秀夫さんから、本気で歌手を目指してみないかと誘いを受けます。かねてから好きだった歌でプロになるチャンスが巡ってきて、迷うことなくすぐに歌手になることを決意します。宮城さんの下で歌の修行の毎日を送り始めます。それから修行の最中にキャバレーで初舞台を経験し、その歌声に魅了された人々が、天才少女が現れたと大きな話題になりました。だがその舞台までさつきさんは本名の大野房子という名で活動をしていました。せっかく大きな話題を呼ぶほどの歌を披露したのに、名前が地味ではないかと宮城さんは考えました。そこで本名より芸名のさつきみどりと名付けました。その由来は、初舞台をした日が5月だったことから、みどりの目がすくすく伸びるようにと、これからのさつきさんの成長を期待しての由来でした。さつきさん自身も明るい華やかな名前で気に入りました。天才少女の現れてから2年後、1985年11月にお座敷ロックレコードデビューを果たします。しかし天才と歌われた少女は周囲の期待とはそれるように、3年間レコードは全く売れませんでした。4年目のある日、レコード会社の廊下ですれ違った作曲家の遠藤さんから、君に合いそうな曲ができた、お暇なら来てよねと難気なしに口ずさんだフレーズとテンポに、さつきさんは直感的に何かを感じました。その場でその歌を私に歌わせてくださいと話しました。そしてお暇なら来てねを発売します。後にこの曲で NHK 紅白歌合戦にも出場を果たすきっかけとなる大ヒットを巻き起こします。それまでの歌手にはいなかった愛らしくチャーミングな美貌とともに、美しく華麗なビブラートをうまく活かしました。その後も第14回第15回と3回連続で紅白歌合戦に出場します。テレビ番組としては史上最高の視聴率 81.4% を記録しました。翌年に結婚を機に芸能界の引退を発表します。ですが幸せに包まれて芸能界から去ったと思われましたが、まさかの結婚からスピード離婚となってしまいます。1970年に復帰をし、歌手としてではなくタレントや女優を中心として活動を再開します。1975年にはさつきさんの主演でポルノ映画さつきみどりのカマキリ夫人の告白が放映され、大きな話題を呼びました。かつて歌手時代には可愛らしい美貌と綺麗な歌声を披露していたさつきさんのポルノ映画出演は賛否される意見もあったようです。出演した時はさつきさんは40歳を過ぎていましたが、日活ロマンポルノ作品に主演し、若々しい肉体と大胆な演技で世に衝撃を与えました。まさに熟女ヌードの先駆けとも言える人です。さつきさんはロマンポルノのお話をいただき、面白そうとお受けしました。周囲からは紅白に出た歌手なのにと色眼鏡で見られたこともあります。昔から面白そうと思ったことはすぐやってみたくなるの、それに過去よりも現在の自分を見てもらいたかった。父は反対すると思いきや、私のヌードポスターを自宅に貼っていました。当時
脱ぐの若い人ばっかりだったので、自分で言うのはなんですが、熟女ブームの先駆けとなったかもしれないと思います、と語られています。1976年に番組がスタートしたクイズダービーの初代2枠レギュラーとして出演します。勝率は4割6分8厘でした。レギュラー降板後もたびたび5枠のゲスト回答者として出演しましたが、出題がさつきさんのレギュラー時より難しくなったこともあり、勝率は2割台とさらに下がってしまいます。また同番組最終回には出場者として初代3枠レギュラーの国鉄ひろしさん、初代5枠レギュラーのガッツ石松さんと共にトリオを組んで登場しました。しかしかけ方があまりうまくなかったこともあり、賞金獲得額は0円となっています。1984年にテレビドラマ昨日日別でに主人公の母親役で出演。これはさつきさんが徹子の部屋で最初の離婚による二人の子供との辛い別れの話をする機会があり、それを自宅で見ていた倉本聡さんが執筆中のドラマの主人公の母親役はこの人しかいないと思って直接オファーをもらい、涙を浮かべながら微笑んで淡々と辛い体験を語る姿が印象的でした。1989年平成元年には西名店入選し個展を開催した経験もあります。ミツカン追いがつお梅雨の CM で当時長男の妻菊池桃子さんとの共演もされました。80歳を過ぎたさつきさんの現在はというと、セレクトショップビーナスを湯河原へ熱海で経営されています。店内にはさつきさん自ら買い付けた商品や制作した作品が並べられ、ご本人が接客することもあるようです。自宅は敷地約400坪に立つ豪邸を構えられています。白を基調とした 7LDK で、なんといっても一番の魅力は目の前の海が一望できるテラスや吹き抜けのバスルーム、ペット専用の部屋も用意されています。400坪もの広い敷地には自家菜園やアトリエ、アートフラワー用の作業場までと、まさに大豪邸です。芸能活動の傍ら、自身の店に並べる作品を作ったりと好きなことに没頭している毎日を送っているのでしょう。展開されているセレクトショップは洋服、アクセサリー、雑貨などを取り扱っています。人気商品はアクリルボックスにシルクのフラワーをアレンジを加えて華やかに彩られたティッシュケースです。ビーナスオリジナルのティッシュケースはプラスチックの中でもひときわ透明度がトップレベルと呼ばれるメタクリルジュリ油を使用しているのが特徴です。最近はテレビやメディアへの露出はあまり多くはありませんが、芸能界とは別の場所で活躍されています。ビーナスの経営と作品の制作、また絵画にも力を入れて取り組んでいるようです。80歳を超えてもなお努力し挑戦し続けています。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。